女性の視点、非常に大事でございまして、当初仮設住宅の建設を急がなくちゃならないということで仮設住宅の建設を急ぎました。まあ、その結果として例えば着替える場所がないとかですね、プライバシーが守れないと、こういったものが出てきたのは後からでございまして、それは女性の視点からということで強い要望が出てきました。で、一方でその避難所もありましても、避難所のケアをしっかりやっているところ、まあ、男性の方もいますけれども、女性の方が結構多かったですね。女性の方がそんなやって、そのケアをしっかりやりながら、ボランティア活動の方々と連携しながら、その避難所の経営をしっかりやってたという例がたくさんございました。まあ、そんなことで、これからですね、地方自治体の防災対策に女性の視点と生かしていくことは極めて重要だというふうに考えておりまして、現在見直しを検討中の防災基本計画、この中においても避難所における女性や子育てニーズへの配慮や仮設住宅の運営における女性の参画の推進など、男女共同参画の視点を充実させるとともに、今後女性の視点を含めて避難所の運営のあり方等について十分な検証を行いまして、そこから得られる教訓をマニュアル等との形で、記録しまして、地方自治体に対しても分かりやすく示してまいりたいというふうに考えております。山本かなえさん。最後に TPP について伺います。日米首脳会談の前日にアメリカの科学通商代表との会談の確認作業をしている枝野経済産業大臣の姿がテレビで報道されており、その手元の資料の中には、日本は非関税措置を含め、すべての品目、分野を交渉の対象とする用意がある。交渉の中でしっかり議論していきたいという一文がございました。先ほど、小葉幹事長とのやりとりで、総理は絶対に言ってないとおっしゃって、ホワイトハウスの発表文は事実でないと言われておりましたが、総理がおっしゃってなくても枝野大臣がおっしゃったんじゃないんですか。なんだ一体。はい、枝野担当大臣。私は総理よりも1日早く日本を出発しておりまして、その前段階で国内においてですね、どういう結論になるのかわからない状態でありましたので、いろんな可能性について想定をしてですね、資料を初め方に用意をさせておきました。で、それでパラパラめくりまして、国内での結論はご承知の通りになっておりましたので、で、いずれにしてもですね、私ここでの答弁でもそうでございますが、国際会議等においてもですね、いじめ方が用意したメモを読み上げるというケースは基本的にございませんので、あそこに書いてあることについては喋ってはおりません。山本かなえさん。おっしゃってないということでよろしいですね。おっしゃってないんであったらですね、とにかく事実でないんだったら、やはり訂正を求めるのが筋です。重ねて強く求めておきたいと思います。で、野田総理、 APEC 前の記者会見において、アジア太平洋地域の成長力を取り入れていかねばならないと述べておられましたけれども、しかし成長するアジアとして中国もインドも韓国もインドネシアも入ってないと、そういう中でですね、どういう論理でもって TPP によってアジア太平洋地域の成長力を取り込むということになるのか、ご説明ください。野田内閣総理大臣。現在加盟国参加をしている国は9カ国でございますけれども、日本は今回こういう形で協議入りを表明をいたしました。で、加えてカナダとそれからメキシコも強い関心を示しているということで、いや、アジア太平洋地域でありますから当然関わりがあります。で、その上で中国にもこれは基本的には開かれた態度であるということであります。で、タイも主要貿易相手国の多くの交渉が参加する場合には参加をする可能性もあるということで、広がりがあると同時にこの TPP の動きが加速をすることによって、ASEAN プラス3であるとか ASEAN プラス6の議論もこれも加速する可能性がございますので、ひいてはアジア太平洋地域における自由貿易圏FTAPにつながっていくということになると思います。その意味でアジア太平洋地域の成長力を取り込んでいくという上での大きな契機になる可能性があるというふうに思います。山本かなえさん。今カナダとかメキシコとかおっしゃいましたけども、成長力として重要な中国インド入ってないんですよ。その上で TPP 参加国は GDP に輸出の占める割合が高く、そして国内市場が小さい国が非常に多いわけですね。ですからアジアの成長力を取り込むことが本当にできるのかと。できるはずがない。どういう論理なのか今のご説明聞いてもさっぱり分かんないんです。もう一回お願いします。総理が分かってないんだから。よし、古川国家戦略大臣。リーダーシップで言えよ。
簡潔に願います。はい、総理が何度も申し上げておりますように、我が国としては、FTAP、アジア太平洋の自由貿易圏を作っていくという大きな、そういう目標のもと、二国間であるとか、あるいは、多国間、ASEAN プラス3、ASEAN プラス6、そして、この TPP のような、そうしたですね、あれかこれかではなくて、様々なルートを通して、そしてアジア太平洋全体のですね、自由貿易圏を作っていく、それを目指していく。まさにそういう中でですね、アジア太平洋の成長を取り組んでいく、全体で見ているということでご理解をいただきたいと思います。山本香苗さん。全く納得できません。TPP 参加によって農業、特に畜産と稲作の分野が壊滅的な打撃を受けるのではないかと懸念されております。もちろん私は農業すべてがですね、自由化に耐えられないというわけではないと思っています。農地の広さという自然的条件に依存しない果物や野菜の分野では、十分競争力があって、日本の方がはるかに質が優れて、輸出の可能性の高いものも数多くあります。しかしですね、自然的条件が大きく違う稲作と畜産、その差を関税で調整するという、戦後国際貿易ルールを適用する以外ないんです。他の方法が可能なような気休めを言うべきではないと思います。そこで総理に伺いますが、関税以外に農地の広さという自然的条件の違いを調整する対応策として具体的に何があるとお考えですか。いや、野田内閣総理大臣。もちろん TPP の問題もありますけれども、日本の農業の再生は待ったなしでございます。その意味で先般まとめた食と農林漁業の基本方針と行動計画に基づいて、この5年間に着実に国際競争力、いわゆる成長力を持っていくような、そういう農業政策をこれからやっていきたいと思いますが、その裏付けとなるのは、例えば今回の中華交渉、これはどういう形になるか、まだ議論の途中でありますけれども、センシティブ品目については配慮しつつという、この観点から、守り抜くものは守り抜くという姿勢でいきたいというふうに思います。はい、山本香苗さん。総理、規模の拡大とか担い手の育成というのはですね、TPP に関係なく日本の農業のためにやらなきゃいけないことなんです。安くて安全で品質のいい農産物を国民に届けるために必要なものであって、当然やらなくちゃいけないことです。で、最後になりますけど一問だけ聞いて終わりますが、総理はですね、 TPP TPP はもう本当に国論を二分する大問題になってます。野田総理は消費税で国民の信を問うと言われました。 TPP は消費税と同様、国民の生活に大きな影響を与えます。消費税で国民の信を問うとおっしゃるのであれば、 TPP に参加するかどうかで、これで国民の信を問うという総理の覚悟決意はございますか。野田内閣総理大臣。静粛に願います。TPP 本当に大きな問題であります。で、私自身の思いはですね、これは目の前にある人々にとって重要な困難において、それに立ち向かう決意をしたときには最大の歴史形成の力になるというトインビーの言葉を胸に決めながら決意を持っていきたいというふうに思いますが、その際に信を問うかどうかでありますけれども、私は今国難とも言うべきいろんな課題を抱えているときに、民意を問うという視点は大事でありますけれども、民意をしっかり踏まえた十分な議論をしながら与党与野党の合意形成をしていくことがまずは大事だというふうに思います。はい、以上で小葉健太郎、山本香苗、公明党の質疑を終了いたします。